Hello, Matkaicha. My name is Tsuyoshi Sugita. I'm InSprit president. This is my office. Very small. とこれは、ハワイで使うサーフボードです。ワイメアなんかすごいでかいところで使う、ガンってやつですね。あんまりこのガンを持ってる日本人もいないと思うんだけど、まあちょっと、プロサーファーの牛腰からもらいました。で、あと僕が作ったポスター、マッハ、ルミナ、and ルミナス2。で、それで、これが今年やる VTJ のポスター。汚れてるけど 3D になっててすごいインパクトがあって、この頃格闘技でこういうポスターを作ってなかったんで、すごくフューチャーされましたね。今ではすごい格闘技が、カジュアルな感じになってるんだけど、僕が13年前始めた頃は格闘技はあんまりこういうカジュアルなイメージがなかったんで、すごい、いい印象でできたと思います。これは超人ハルクを真似して作ってます。それが牛腰、プロサーファーの牛腰と、ルミナで、これがメモリアル記念で、ルミナが6秒で勝った時のグローブを僕が盗んできました。試合終わってからこうやってこれサインしたらすごい eBay で高く売れると思うんだけど、記念に撮ってBudoVideos.com, the establishment in martial arts products, has made shopping online for all your gear and equipment needs a breeze. If you're in the market for a new training gi, instructional book or DVD, fight gear, fitness equipment, BudoVideos.com has got you covered. So, whether you're looking for that certain something or just want to browse our incredible inventory of over 9,000 products, log on to BudoVideos.com and search, shop, and save.インスピリットができたのが、1997年ですね。で、その頃にまだ MMA は全然大きくなくて、試合でもみんながこう寝ながら、こうやって寝ながら試合を見てる感じで、全然盛り上がってなかったんですけれど、ルミナっていう人間がそこに現れて、ルミナのオーラを見て、あ、こいつと一緒に何かやりたいっていうことで始めたのがインスピリットの始まりです。で、97年に、ルミナと一緒にインスピリットを始めて、でその後に、マッハで、マッハの後にゴミで、ゴミの後に、川尻、石田、みんな一回インスピリットに入ってます。で、彼らとは別に今でも仲いいし、よくお酒も飲むし、一緒に笑うし、いい仲間なんですけど、でもビジネスはビジネス、ライフスタイルはライフスタイル、それで、日本のそういう選手とはいつもいい関係を保ってます。世界で残るのは UFC だと思います。やっぱり UFC のエンターテインメントはすごいし、まあダナがビッグマウスでいろいろ言ってるけれども、でも UFC のステータスっていうのは世界に広がると思う。で、日本では UFC がどれぐらい広がるかわからないですけど、日本で残るのはこのシュートは絶対残ると思うんで、日本ではシュート、世界では UFC、でその後にストライクフォースとかいろいろあると思うんですけど、ワールドクラスになっていくのは UFC、アメリカでストライクフォースで、日本でシュート、多分ここあと10年は、あと5年はそれぐらいが続くんじゃないかなと思います。